株式公開買い付け TOB の買い付け価格は1株当たり13万9500円で、最大で1221億円を投じます。現在第2位の株主である住友商事は出資比率を引き上げて経営の主導権を確保する狙いです。15年間培ってここまで育てた会社を今まで通り経営の指導をしていきたい。 J:COM をめぐっては NTT 回線以外に自前の回線を確保することを目的として KDDI が現在の筆頭株主であるアメリカのメディア企業から株式を取得することで合意していました。